ごいお嬢さんみたいになってるけど、別にただ事務所でね社服終わりに配信しようかなと思って配信してるんですけど、聞こえてますか？はい、でそれで一つお知らせなんですけど、早速ね、今年の24時間テレビのなんとチャリティーサポーターに選んでいただきまして、そう拍手すごくないですか、チャリティーパーソナリティチャリティーサポーターに選んでいただいて、こう福岡と佐賀のいろんな場所をこう回って募金活動にすることになりましたので、はい、なので私がずっと見てた番組のこうに関わらせていただくのが本当に嬉しいのとびっくりな気持ちが、すごく2つ気持ちがあるんですけど、なんかまた新たなお仕事なのですごいすごい私はびっくりしたんですけど、本当に今年の24時間テレビの関わらせていただくということで精一杯頑張りたいと思います。嬉しい、みんなにずっと言いたかったんですけど、27日私は担当させてもらうので、そう、タワーが飛んできた、てっちゃんありがとう、今日は公演ありがとうございます、一番前に見えてました、お花ちょっと飛ばそうと思ったけどちょっと私の腕じゃ無理だった、ありがとうね、そうだからぜひ8月の27日本当夏の終わりなんですか、夏の終わりはいろんなところで天神のいろんなところイオンモールだったりとかいろんなところでこう募金活動を回らせていただくので、ぜひ皆さんも、ね、協力していただけたらなって思いますっていうお知らせでした。すごいビッグニュースじゃないですか、だから私も募金会場に多分いて、皆さんからの皆さんと対面で多分お会いできる形だと思いますので、ぜひねさんの方をね、24時間テレビすごくないですか、私も本当にびっくりしたんですけど、ちょうどこの間撮影をしてきて、そう CM 撮影とかこういろいろホームページもあれできてますよね、ちょっと社服割りだから私何にもちょっと終えてないんですけど、まだ撮影をしてきたので、はい、なのでちょっといろいろ見てもらって、8月27日26日もあるんですけど、26、27日はよろしくお願いします、24時間テレビ見ててください、はい、すごい HKT からもすごい少ない人数なので、そう私がねできることをしっかり頑張って HKT のことも知ってもらいたいですし、すごくありがたい機会だなと思うので頑張らせていただきたいと思います、まあよろしくお願いします、ドキドキ、これが決まってからずっとドキドキしてました、そうだからアットジャム出れなかったんですよ、そうアットジャムも出てみたいイベントの一つだったんですけど、そうアットジャムがの日に私はあれだ24時間テレビに出演しているので、そうだから募金をねまだしてないよだからとか考えちょうどしたいと思ってましたとかの方はぜひぜひ、してます、なかなかそういう機会ないですからね、はい、オーガスタの次の日だからちょうど行けます、そうだからオーガスタが前の日にあるのでぜひ2日連続私と会いましょうよろしくお願いします、
私ねずっと24時間なんだかんだ毎年結構見る機会、24時間はあれなんですけど、やっぱ見ることが多くて、ずっとこの前も24時間テレビとダウンタウンさんの番組ずっと見てて、ああ私この番組でみんなチャリティー T シャツ着てて私もこれ着たとか思いながらテレビで見てたんですけど、私はピンクなので皆さんぜひピンクを買ってくださいお揃いにしましょう。そう、土曜日メンバーは青で日曜日メンバーがピンクなんですけど、私ピンク大好きだから嬉しくてそうなんです。これはさっき走って買ってきました、ショールームしようと思って。募金の準備をしていましたらって、なので ありがとうございます。なのでぜひね、まだ考えてなかった方も、私がチャリティーサポーターになったということで、はい、ぜひ検討よろしくお願いします。そう、 T シャツとかもあります。すごい、もうみんな何で知ってたの。私シャフそれ今日の5時解禁のお話だったんですけど、ちょうどシャフクだったから、多分シャフク終わりの方ゲーって感じじゃない、終わってえーってなっちゃうよね。なんてこったって感じよね。私もびっくり。劇場からですかだって。そうです、ちょっとね今ねお弁当をね一つ盗んできてしまってね、私お昼から食べてなかったらもうお腹がペコペコでカツ丼頼んできちゃった。食べたい、一口だけ食べようかな。24時間テレビって海外の方も見れるのかな、海外のファンの方にも見ててほしいなってすごく思うから、見れたらいいな、見れるのかな、なんとかしてみてね。なんかね FBS の公式の YouTube チャンネルでは24時間ぶっ通しで多分配信されてる、移動中、福岡から佐賀の移動中とか、そう全部あれなんだって、24時間生配信みたいな感じらしいので、それの、ね、そちらの方も見てほしいなと思うんですけど、地上波には映るんですかね、どうなんだろう、と分からないんですけど、私も詳しく。スタバで買えばよかったのに、だってなんか食べたいのがあまりなかった。お知らせがあるとき飛んできました、だって。おーおーおー、お弁当、そう、私は愛知と最上ちゃんと3人です。あ、いたたたたたた、アンコールって今言ってます。嬉しいよね。ファンのかみんなが嬉しいですか。みんなが喜んでくれた私はもうそれで嬉しいし、当日ね頑張ろうって思います頑張ろうって。嬉しいですか。50分、45分になったら教えてください。45分ね、音消えないから。ちょっといただきます、お腹空いたので。みんな嬉しいんですか。カツ丼、私カツ丼とかね大好きなんだよね。
ただきます。うん、うまっ、おいしい。あー、みんなが喜んでる、よかった。私も嬉しい。うん、19時でいいです、お願いします。マネージャーさん、のちゃん、ご飯しっかり食べてますかって。ご飯食べてるよ。なんかご飯食べてますかって最近すごく心配されるんですけど、食べてます。でもお弁当とかがあんまり食べれないやつ、食べれないってか、なんかうんってやつだと、私ホットモットが好きなんですよ。ホットモットが好きだからホットモットの時は食べれるんですけど、そうじゃない時はあんま食べれなくて、今日お昼がホットモットじゃなくて、またね、まあいっかってなっちゃうんです。おいしい、これホットモット。チャリティーサポーター中に、チャリティーサポーターって響きかっこよくないですか。かっこよくないですか。頑張って、みんながアンコールアンコールアンコール言ってる。あ、もう終わってたわ。スタバは何飲んでますかだって。アイスティー抹茶、なんだっけ、抹茶ティーだって。私これ大好き、おいしい。うちのも今からスタバ行きますって。かわいい、仲良し。小さい頃から見てた番組にって考えたら本当にすごいだった。私もびっくり。そうだって、去年も HKT が出てたわけじゃないじゃないですか。そう、たまたま今年、そうそうそう、ありがたい、ありがたいお仕事なので、しっかり体調管理にはね気をつけて、気をつけて頑張って頑張りたいと思います。皆さんも会いに来てね。そう、 YouTube でそのいろいろ移動する間を全部生配信してるそうなので、1日くらいかけてするのかな、わかんないんですけど、いろんなところ回るんですよ。そうだから私も本当にまだ言われてないからわかんないんですけど、ぜひファンの方とお会いできたらいいなと思います。よっしゃー、最近パラドラ出てないね。1093日おめでとう、ありがとう。よっしゃー、パラドラ出ないんですかって。私いつか出るよね。
18?20? いや20じゃなかった、20、19だって。よろしく。ショールーム遅れましただって。やっほー。今日疲れた。楽しかった。全部公演もファンの方がお盆だからかな、あんまり普段お顔を会えてないファンの方とかといっぱいお会いして、そういつも来てくださる方もいたんですけど、あんまりいつも来れない方も来てくれて、なんかもう私のうちわを持っててくれて、もう嬉しいなって気持ちになったり、その後の社服までそう残っててくれたりとか、今もこうしてショールーム見てくれたりとか、ありがとうございます。もうみんなのおかげです、ありがとうございます。でこうやって24時間テレビのお知らせもできたので、すごく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 嬉しいです。私もそうなのです。イノシ多かったね。だでもね、そう本当にいっぱいいて、しかも上地も両方いて、おーみんないるいると思いながら嬉しかったんです。公演も社服も楽しかったです。だって社服も私本当にもうここがね、ずっとここが上がってた、ここがずっと上がってて、あのめっちゃ本編痛かった。斉藤さんが本当に、斉藤さんとエンディエンジェルさんが本当に面白くて、本当に面白くて、もう本当に面白かった。1時間だったんですけど、1時間があっという間で、そうなの、あっという間、楽しかった。でもなんかお笑い芸人さんってすごいなって思いません？お笑い芸人さんってだけで多分プレッシャーきっと上がっちゃうと思うんですよ。お笑い芸人さんはこう面白いみたいな、やっぱあるじゃん、もうこういうのがさ、だからさ、面白いっていうのがある上で、そうすごくない？あんなに面白いの、本当に面白かった。私いっぱい笑っちゃったもん。しかも斉藤さんと同じチームでスペシャルだったからさ、やっぱりみんなファンの方もわーみたいな、司さんと一緒でした。でも高橋さんもめっちゃ面白くて、高橋さん、私リハーサルは高橋さんチームだったんですけど、一緒でたまたまね高橋さんと一緒だったんですけど、なんかすごく積極的にお話してくださるから、そう最後仲良くなっちゃって、あー高橋さんみたいな感じになっちゃったんですけど、本当に本当にお二人とも、他の芸人さんもすごく優しかったんですけど、特にお二人が優しくて、そうなの、なんかもうなんでだろうね、本当にみんなファンの方もめっちゃ笑ってたもん。斉藤さんに嫉妬しました、ベーだって。そうだから、なんかスペシャルはなんかすごいですね。やっぱ前回も風水屋さんと、何だったっけ、名前を忘れてしまった、何だったっけ、ヒルナンデス出てる、ヒルナンデス、ニューヨークさん、そうニューヨークさんにもお会いしたんですけど、ファンの方がさ、イノちゃんと、イノちゃんも推しメンだと、いろんなお笑い芸人さんと出会いますって言って、あよかったと思って、私も嬉しいです。本当にそう、でもこの1年は特にお会いする方に増えたかなって思いますね。去年だったら具志堅さんも私お会いしたりとか、そう結構お会いしてる方増えて気がする。ケンさんも一緒にロケした時は本当に面白くて、本当に面白かった、私優しかったんですけど、ファンの方にもね、そうやってそういうところに私が連れていけるように頑張ります。さっきコメントで関西に来てほしいっていうコメントがあったんですけど、
そう、私はまだやっぱり関西にあんまりやっぱ行けてないので、お仕事を通して21歳は関西にいっぱい行きたいですね。そうだから関西のファンの方が結構いらっしゃるんですけど、なかなか私のまだ力不足でいろんなイベントとかあったりしても行けないことが多いから、関西のイベントすごく行きたいなと思います。なかなかね、あって多いでしょ、多分大阪とか京都とかそういうところらへんのね、広島とかね、これ大阪来て来てだってめっちゃ行きたいの本当に。結構九州は去年とか含めたらいろいろ行けるようになったんですけど、関西はもうちょっとまだですね。なんか握手会も関西がなくなってしまったので、関西来てくださいだって。でも今は台風が危険なのでやめてくださいだって。今はやめとく、今はやめとくけど、今年は関西に来れたらいいなってすごくすごく思います。45分だって。じゃあ50分にランキングやります。髪の毛取れちゃった、巻いたんだけど。公演の時はストレートにして、そう、あの、終わったらしてました。大阪は USJ にしか行ったことがありませんだって。私 USJ も行ったことありません。大阪はあの握手会で行ったことしかありません。大阪行きたいです。ちょっと今日はタワーを投げてくださった方がいるので、ここに書きたいと思います。先生みたいな、あ、待ってな、ペンがないかも。これマッキーで書いたら怒られるかな。え、ペンがない、どうしよう。え、マッキーで書いたらさすがに取れなくなっちゃう。てっちゃんがさ、タワー投げてくれたからさ。あ、ダメだって、危ない危ない。ほら、マッキーなのあるんですよ。あ、てっちゃん、タワーありがとう、ここに行こうと思って。ダメだ、ちょっと待ってね、一瞬。めっちゃ出ないよ。よいしょ。私これ携帯で出たかな。てっちゃん
ちゃん、ありがとう。どうしたらいいか。ありがとう、映ってるかな。なかなかないよね。今日ちょっと紙とペンがなかったからこれでね。でも激レアです。スクショできた。ありがとう、佐世保てっちゃんたわ、ありがとう、応援ありがとう、好きです、私は好きです、てっちゃんありがとう。はい、今日の私のお洋服見せましょう。で終わりにしましょう。今日はそう、今日はこれはめっちゃ前の、あのトップスなんですけど、マウジーのトップスに、これグレールで買いました。めっちゃ安かった、1600。これね、めっちゃ痩せて見えるの。私こんな痩せてないんだけど、めっちゃ痩せて見えるの。女の子にはおすすめです。これは長くて可愛いんです、めっちゃ。そうで、これにね、そうで、靴はゆえるちゃんとお揃いのアグの靴を履きました。今日のりのちゃんです。そうなんです。これは本当に、私はねこういうスカートを持ってなかったから買ったんですけど、めっちゃ可愛いです。スリムに見えます。だってそう、スリムに見えるんです。こんなスリムじゃないんだけど、スリムに見えちゃいますっていう感じ。今日のお洋服でした。はい、ではランキングを見ましょう。よいしょ。めぐこちゃん、ありがとう、似合ってるようだって、ありがとう。ではランキング見たいと思います。あー、みんないっぱい可愛い、ありがとう、嬉しいです。はい、どうやって読む、あ、あった。13位がサットン、12位がルディエカさん、11位がスモークタン、10位がハシムッチ、9位がザキザキザッキ、8位がハリー、7位がドマさん、6位がタナベッチ、5位がボーダン、4位が、3位が、あれ、5位がニコラス、4位がボーダー、3位がヤスさん、2位がコージー、1位がサセボンテッチャンでした。テッチャンタワー、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではちょっといろんな今日お知らせや講演と社服、ありがとうございました。ではまたちょっと SNS を更新していきたいと思います。みんなこれからも私のこと好きでいてください。よろしくお願いします。はーいは、はーいって言って、え、やば、佐世保のてっちゃん消えなくなっちゃった。やばいやばい、めっちゃ消えないんだけど、うっすら残ってる。え、なんでこれ消えないの。まあいいか、やばっ、あ、でもテレビ消えた。え、マッキーで変えてないけど、なんかうっすら残ってるくない。佐世保のてっちゃん、ほらタワーありがとう。消えないんだけど、佐世保のてっちゃん。まあいっか、怒られないよね、大丈夫だよね、ごめんなさい。まあいっか、でもと、なんか遠く見る、多分さ、私たち意識してるから見れるだけで、多分さ、そんなにあれですね、あの意識しなかったら多分見えないと思うので、もうこれでも私はこのまま帰りたいと思います。はい、では皆さんありがとうございました。またね。バイバーイ。
ありがとうございました。